こんにちは、町田芳生です。今回はポータベラブスの新仕様の新しい拡張カードを紹介したいと思います。こういうものです。別の動画でコルグの SQ1 を改造したやっぱり拡張カードを紹介しています。それと全く同じような作りで、このようにジョーンズプラグをここにつけてあって、で紳士のここですね、キーボードをコントロールするところにそのままつけて、電源もいらずにそのまま使うことができます。でこれは概要欄にポータベラブスの URL を貼っときますので、それでちょっと詳細は見てみてください。この製品版を買うこともできますし、あと基板だけ買って、部品は自分で別で買ってこういう組み立てることもできます。僕の場合は基板だけ買って部品は別で購入してこのように組み立てました。ちょっと中が見れますかね。こんな感じなんですけど、まあね、部品の点数がかなり多いので、組み上げるのはどうかなっていう人は、まあこういうそのまま製品を買うこともできます。このぐらい点数があるの で、 あとこういうジョーンズプラグとかも日本でなかなかちょっと売ってるかな。僕はこれアメリカから直接買ったんですけれども、日本でちょっと見当たらなかったので、そういうものです。じゃあちょっと早速、まあ基本的にこれ機能はモジュレーションなんですね。で早速ちょっと使ってみたいと思います。これをはい、この、シスターカードっていう名前なんですけれども、シスターカードは紳士のインプット1とインプット2の部分をコントロール信号として使います。例えばオシレーターの1をアウトプット1から出して、インプットの1でオシレーターの1をコントロールしたとします。今これ早速オシレーター1に変調がかかってるんですけど、それはここの部分なんですね。これ今値を0にするとずっとこの音なんですけれども、例えばこの矩形波をの量を上げてってあげると、でここはフリケンシーなので、このダー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 っていう速度ですね。これハイとローがあって、ハイにするとこのぐらい速いです。例えば今矩形波を2つ組み合わせると、こういうことができます。ちょっと複雑なんですけれども、もう1個の方の速さはこっちでコントロールしています。これにさらに三角波を混ぜると、こうかなり複雑な延長を作ることができます。
で、あとこれはまあ、LFO なんですけれども、さらにあのサンプル&ホールドがあって、サンプル&ホールドは、真摯についているノイズジェネレーターを利用しています。ノイズジェネレーターの、まあ、こうランダムな、ボルテージをメーターのとこに入れてあげます。それでノイズジェネレーターを少し上げてあげて、このサンプル&ホールドの量を増やしていきます。ちょっと周波数を上げてみます。ちょっと速さを変えてみます。まあこういうことができると。でさらに。オシレーター2の音も、2番目の方の LFO でコントロールしたとすると、じゃあ例えばサンプル&ホールド。ここにあのクロックというのがついてて、これがあのクロックをどっちを優先するかっていうものなんですね。これ真ん中にすると全くクロックが発生しないです。で下にするとこっちのクロックが優先されます。で上にするとこっちのクロックが優先される。まあ、ちょっとこういうリズミックなこともできます。でさらにこのオシレーターをエンベロープに入れてあげて、エンベロープを聞かせてあげると、このエンベロープが今度聞き始めるので、こういうちょっと複雑なこともできます。音程を少し合わせようとすると、サンプル&ホールドを切って、こういう複雑なリズムも作ることができます。で、あともう一つ、ここに二つ、ピンがついてるんですけど、これは、
波形をまあ逆にするような機能のものが2つついています。はい、今日はポータベラブスのシスターカードを紹介しました。どうもありがとう。